ライオンアトゥルーあなたを信じる巷に転がる都市伝説をどうも、小池です。アンバサダーの豊です。はい、豊田くん、突然なんですけども、夏の風物詩って言ったら何を想像しますか？かき氷。なるほど、他にはチリン。他には花火。なんで2つ目でチリンだったん今。他にはプール。他には海。他には水蓮花。もうええわ、絶対出てけへんよ。ホワイトベリー。もうええやもん。怪談話ですよね。怪談話。まあ誰でも一度は友達同士、はいはい、語り合ったことがあるんじゃないですか。自分こんな怖い話知ってんぞとか。で、夏になったらやっぱ怪談話がある番組って増えるじゃない。増える。ね、ゾッとした話とか、はい、だから今日僕らも怪談話をやろうと思ってるんだけども、やっぱり暑い夏には肝っ玉を冷やすような怪談話が必要ということですか。そう、まあ僕たち以前も小安田でアニメ制作現場で心霊現象が起きやすいっていう都市伝説を話しましたよね。やりましたね。はい、こちらですね、4月4日で配信したんですけど、はい、約5万再生もされているということで、あら、うん、すごいやっぱ好きなんだなと思って、うん、で、この時って覚えてるかな、有名声優さんが実際に怪奇現象を体験したり、ガンダムとかラブライブを手掛けるあの有名な制作会社でもまあそういったことが起こってるっていう風なことの内容だったんだよね。そうでしたね、うん、で、その動画って、はい、アニメ制作会社ってなんでこんなに心霊現象が多いんだろうみたいなことも追求してたりもしました。しました、しました。じゃあそういう現象が起こりやすい場所って他にもまああるわけですよね。例えば水の近くとか。あ、言いますよね。そう、お墓とか、はいはいはい、鏡とか、うん、なんかみんな怪談話してって言ったらこの辺のスポットって大体出てこない。出てくる。心霊現象が起こりやすい場所っていうのは確実に存在すると。ありますね。はい、そんな中でも今回紹介するのは、うん、歌。うん、歌なんですよ。水蓮花。そこで伏線回収するの。はい、まあ、歌って、はい、昔からある。あー、確かに百人一首とかそうっすもんね。そう、百人一首もまさにそうだし、それ以前にもあったと思うし、お祭りみたいなやった形跡の古墳もあるぐらいなんで。あー、確かに確かに。音楽っていうのはあったと思うんだよね。そうっすね、まあ、意味っていうのもその年の豊作を願うものだったりとか、うんうん、誰かの命を奪うような呪文もあったりとか、いろんな歌があると。あ、レクイエムとかも言いますもんね。そう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 。古来より歌には何かを引きつける力があると、まあ、考えられている。ということで今回は歌にまつわる起きてはいけない心霊現象についてお話ししていきます。おー、かなり怖いホラーの内容が入っているので、はい、そういうのが苦手っていう人は注意してください。じゃあお疲れ様でした。どうしてやらせるんですか。言うはずのない人間。すでに怖そうっすね。でしょ。2005年に放送されたミュージックステーション、はい、M ステですね、はい、映ってはいけないものが映り込んでしまいました。皆さんご存知ですかね。何ですか。まあ、そもそも M ステって放送事故がよく起こりやすいとか言われてるけど、はい、まあ、ちょっと笑っちゃうようなポップな放送事故でありますよね。どんなんですか。例えば M ステだったら、はい、カトゥーのドタキャン騒動とか。そんなあったんですか。知らない。知らない。ロシアのデュオのタトゥーっていうアーティストは知ってるかな。ほう、生出演した時に出番になっても楽屋から出てこずに臨時でその時のゲストの他のアーティストさんが2曲歌うことで解決したりするんだよ。いきなり国にロシアに帰ったみたいな。そう、神のお告げみたいな。でも神のお告げとかしたけどドタキャンしたんだよ。すごいことでしょ。おで、他にも某アイドル事務所って、はい、まあ、口パクとか言われてるやんか。あ、でもそれって、まあ、踊りに専念するためとか、うんうん、体調、その時の喉の体調とかもあるから、別に僕はそれいいと思ってて。そうですね。そう、でもそれがあからさまにマイクスタンドが倒れて、うん、マイク口元から離れてるのに声はめっちゃ鳴ってたとか。うわー、最悪だ。基本ミュージックステーションって生放送なんで、はい、放送事故が起こりやすいんだよね。なるほどね。そう、でもそれでも生放送だからこそ、はい、映っていけないものの編集が間に合わずに配信されちゃうんです、そのまま。おー、そう。で、その中でも一番ちょっと怖いなと思うのが、はい、この問題のシーンは大塚愛さんが歌ってる場面なんでね。歌っているのはかの名曲プラネタリウム。あー、はい。一瞬なんかバンプとボケようとか思ってたでしょ。いや、まあ僕はバンプ派やったけどな、みたいな。今俺心の声が聞こえてきた。言おうと思ってけど、いや、ここはちょっとやめとこうと思って。雰囲気が大事やからね、こやつとは。この歌は大塚愛さんが高校時代に付き合っていた恋人に当てたものなんじゃないかっていうふうにも言われているそうなんですけど。俺か。あの、付き合っとった。内緒やから。じゃあ言うてもだよ。これね、歌詞をよく見ると、はい、遠く遠くこの空のどこかに君はいるんだろ、行きたいよ君のところへ、真っ暗で何も見えない、怖くても大丈夫と、まあ、そういう風に、まあ、言ってるんだけど、なんか気づくことある？やっぱり俺か。やめて。もしかしてこれは彼氏亡くなってしまった。そうなんだよね。実はこの彼氏、
交通事故で亡くなっているとも言われてるんだよね。でそれを裏付けるようにミュージックステーションで、はい、大塚愛さんは泣きながらこの曲を歌ってます。思い出したんですかね。それも可能性はあるよね。でそれがねちょっと怖いのは、ある瞬間を境に表情が一変するんだよね。え、実はスタジオに彼氏が来てた。しかもカメラにちゃんと映り込んでます。歌が終わった後ってお客さんって拍手してるの分かる？でその中に一人手の甲で拍手をしている人がいるんだよね。それがいるはずのない彼氏だったと。手の甲で拍手ってどういうことですか？そう、これ今絶対にやらないでね。拍手って普通手のひらでするもんやん、はい、こうやってこうやって、うん、それを裏返してるから裏拍手とも言われてるんだけども、はいはいはい、実はそれには大きな意味があって、死者のする裏拍手の意味は早くこっちの世界においでっていう意味。怖いでしょ。でさっき裏拍手はしないでって言ったよね。ほうほう、遊びでも裏拍手を絶対しちゃダメっていう風に言われてるんだって。そう、生きてる人が裏拍手をすると、はい、相手を呪う行為になるって。マジっすか。マジで怖くない？古くから伝えられてる呪いの動作で、古事記にも呪術的な動作として裏拍手をしてる姿が書かれてる。はい、どう？ここやばいっすね。やばいでしょ。怖、まあ、心霊現象が映り込んでしまったのは、はい、今回だけじゃないんです。どういうことですか？その他にも姿と影が違う女性。え、そんなんありえないでしょ。だって、うん、まあ、僕たちが大好きなワンピース、うん、そうそう、実体と影は同じ形でなければならないというふうに森谷先生も言っとったし、森谷先生って何やねん。なんなら奈良一族も言ってますよ。ああ、鹿丸とかね、はい、はいはい、そうだね。まあ影の井とかね、やるもんね。そう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 、はい、まあ普通だったらありえない状況なわけ。そうっすよ。そんな心霊現象としか説明できない事態に見舞われたのが、はい、嵐の二宮君。ニノ。そう、ニノ、はい、事件が起きたのは2013年の放送。過去に嵐が出演した時の映像をまとめた総編集的な放送だったわけなんですけども、はい、二宮君がピンで映ったところのシーンね、はいはい、その背後に映っちゃいけないものが映ってしまった。その画像がこちら。これちょっとエグくない？エグ、ちょっと怖いでしょ。めちゃくちゃ怖いっすねこれ。そうなんですよ。影、そう、今画像が出てると思うんだけど、うん、ちょっと二宮くんのところは半径的にちょっと、まあまあそうね、うん、でしかもこれって絵で描き起こししてもこのリアルの怖さは伝わらないと思うんで、問題の女性の部分と影だけを今出してる状態なんだけど、はいはいはい、これだけはちょっと女性の撮ってるポーズと影の形がはっきり違うのが見てわかります。そうっすね、はい、当時視聴者の間でも影がおかしいとか生き量が映ってるとか、まあいろいろ囁かれたんだって。やばい、やもうそれ騒ぎますわね。そう、実はこの話には続きがあって、なんとその後映り込んでしまった女性が特定されました。その正体は深田恭子さん。深田恭子、そう、これどういうことかっていうと、はい、実は二宮くんの後ろ側にあったのは客席じゃなくて巨大モニターだったんだって。でそこに映り込んでたのが、まあ、深田恭子さんっていうことなんですけども、まあ、それが何の映像かっていうと、はい、2004年に二宮くん主演のドラマ南くんの恋人、お、はい、これも有名ですよね。やってましたね、はい、そのドラマでヒロイン役を務めたのが深田恭子さんね、はい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 、でシーツに倒れる場面がこのように見えたらしい。じゃあこれ心霊現象じゃないってことか。そうなんです。あ、なんやそれは。はい、って言われてるけど、まあ不自然な影ではまああるよね。確かに、うん、もしかすると本当にそこに何かがあったのかもしれません。実は音楽番組だけじゃなくて、はい、音楽に関する怪しい怖い話も存在します。はい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 、どんなんですか？ YouTube。 おお、まさしくこれじゃないですか。そうなんですよ。YouTube 上にもたくさんのミュージックビデオとか、はい、ライブビデオとかありますよね。僕らも出してるしね、はい、で数あるミュージックビデオの中でも、はい、いわくつきの恐ろしいものが存在しています。それが校舎から覗く人影。どういうことですか？はい、もう聞いただけでも怖いでしょ。いや怖い。恐ろしいミュージックビデオになってしまったのが AKB48 の10年桜。普通に有名じゃないですか。有名よね。僕も見てたし、はい、知らずにたくさん見てる人いるんじゃない。パロディの100年桜みたいなのじゃないですか。100年桜、死んじゃってるか。それもある意味心霊やけど。確かに。実は心霊現象とは別に、はい、そもそも10年桜のミュージックビデオの内容自体に恐ろしい噂があるんだ。それがね、メンバー死亡説。
どういうことですか。はい、このミュージックビデオ物語風の構成に今なってるんですけども、うんうん、冒頭前田敦子さんと大島優子さんが昔のことを思い出す場面から始まって、クラスの友達たちと楽しい日々やバスでどこかに向かうようなシーンがあるんだけど、これね実はメンバーを乗せたバスが横転、突然そういう描写があるわけじゃないんだけども、はい、小物として登場するバスの置物が倒れてたりとか、カメラアングルが回転したり、メンバーが次々と途中下車していく様子が死を連想させたりと、なるほど、かなり匂わせるような演出が多いんですよね。はあ、まあそういう感じでね、うん、まあ、考察できるようにね。そうそう、例えばなんだけども、はい、実際にあったこととしては、はい、モーニング娘。なんだけど、そうよ、その中でもすごい売れた曲あんじゃん、はい、ラブマシン、おジャケットにこうメンバーが乗っていて、はい、順番に脱退していくんだよね。これすごくない？そういう風やった？じゃなくてこれたまたまなんやって、だからラブマシンの法則みたいなことを言われたりとか、だから今回の AKB のこのミュージックビデオにもそういうものが乗り移っているんじゃないかと、はい、その結果いわくつきのミュージックビデオに本物の心霊現象が映り込んでしまった。はい、これね、まあ、AKB の公式の YouTube チャンネル見てほしいんですよ。まあ、リンク貼っとくんですけど、こちらの3分8秒頃、校庭でダンスをするシーンがありまして、校舎の中に人影のようなものが映ってしまっています。これ、マジっすね。そう。でね、これね、当事者のメンバー曰く、そこには誰もいなかったはずっていう風に話してるのって。やばっ。しかもね、なんとね、公式に心霊現象認定された。これ番組で検証されたらしいんだよね。マジっすか？話題になったから。で、これ霊媒師さんいるでしょ。はいはいはい、はい。霊媒師によると、成仏できない霊で間違いないらしいんだよね。そう、よく怖い話をしてるところには霊が寄ってくるっていう風に言われるよね。だからかホラー映画の撮影現場とかでは結構心霊現象が頻繁にまあ起こっちゃってる、まあいう風に言われるんだけど、言われますね。10年桜のミュージックビデオにも通ずるものがあるんじゃないかと、はい、そうなんだ。恐ろしいミュージックビデオはね、他にもあるんですよ。高所から飛び降りの瞬間、これね、ここ入れようかちょっと迷った、はい、これめちゃくちゃ当時話題になって有名やったね。これはっきり映っちゃってんだよね、これ。え？そう。しかもかなり有名なアーティストなんですよ。はい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 。スピッツ。きっと空も飛んじゃいました。ちょっとなんかうまいこと言うけど、今そのうまいこと言わない。あ、違いました。はい。はい、チェリーとかね、はいはい、空も飛べるはずとか、うんうん、たくさん有名な曲があるんですけども、そうですね。その中で映っちゃってるものがこちら。ほう。その曲なんですけど、突然出てきましたね。そうなんですよ、びっくりしましたよ。僕大好きな曲なんですよね、これ。ほう、ちょっとイントロだけ弾いていいですか。わかりました。皆さん当ててくださいね、スピッツ好きな方は。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ご存知ですか、こちらですね。はい、スピッツのスパイダーという曲なんですよね。うーん、アメージング。それあのスパイダーマンやから。ああ、違いました。はい、違うんですよ。はいはいはい、はいはい、このスパイダーっていう、まあ、ミュージックビデオ、ビルの屋上で歌ってるシーンなんですけども、ほうほうほう、その後ろ飛び降りるような人影、はい、こちらもね YouTube にミュージックビデオがアップされてます。こちらのビデオの43秒あたりですね、ほんとイントロ開けたちょっとあとぐらいです。はい、おー、明らかに人影が映り込んでるんですけども、よく見るとビルの端で姿が消えるんだよね。これについて真相はまあ分かってないんだって。まだ、マジっすか。うん、実はスピッツの他の曲のミュージックビデオにも恐ろしいものが映ってるんだよね。え？撮影をしてはいけない場所。今度もスピッツの曲なんだけど、はい、多分有名な曲なんでちょっと弾くね。はい、やっぱりあれですか。ということで空も飛べるはずなんですけども、はい、また飛んでしまったんですか。いいんだよ、もうそんな謹慎が。そもそもこの撮影してる場所が、はい、今はもう存在しない心霊スポットなんだよ。え？茨城県にある霞ヶ浦分院っていうところ、僕たちにとってあんまり知らない場所なんだけども、そうっすね。そう、今はもう取り壊されちゃってるね。ああ、うん、で、かなり特殊な過去を持っています。どういうことですか。はい、もともとは日本帝国軍海軍基地のあったまあ場所ということで、はい、なるほど。その時点でちょっと怖さが進んじゃ そうですね。その後、東京医科歯科大学の分院になったということなんですね。はい、だからミュージックビデオが撮影された頃には、うんうん、もうすっかりもう廃墟と、まあ、なってたわけです。うんうん、
まあそっち帰りたくないですね。そっち帰りたくないよね。ただ撮影自体は明るい時間にまあ行われてるし、うんうん、内容もホラー要素ゼロなわけ。ほう、うん、まあ何事もないように見えるんだけども、はい、あるシーンで背後に映る病院の窓には白い人影のようなものが映り込んでしまう。それだけじゃはっきり人影っていうのもわからないんだけども、はい、少しするとまるで人間のように動き出すんだね。まあ、こちらもねミュージックビデオが YouTube でアップされてるんで見てほしいんですけど、4分16秒あたり男性の人が映ってる奥の窓、ちょっともう一回見てみようか。そうっすね。うわこんわこれ今改めて見たけどちょっと、まあ、とりあえず今日は以上なんですけど、いかがでしたか？え、怖い。実際にさ、ほら、僕たちもクワッキースタジオって結構怖いテーマを扱ったり時々するじゃん。する。その時に突然深夜に電話が鳴るとか、確かに物めっちゃ急に落ち出すとか、カメラの電源が入れへんとか、そういうこと一個一個も今振り返ってるとクソ怖くって、ちょっと今鏡とかまともに見れないもん。確かに。ちょっと怖いでしょ。今鏡こっちあるから俺ずっとこっち見てる。なるほど。そうなるほど、そういうことなんですね。そうそうそう。ちなみに高評価が今日多かったらね、はい、実際にあった心霊現象、いやもうこれやめてた方がいいよ、まあ、紹介したいというふうに思ってます。まあ、夏なんでね、漫画アニメから来るような都市伝説もやりたいんだけど、ちょっと怖めなやつも増やしていこうかなと思ってます。皆さんどうですか？いややめよ、はい、これは今日は高評価おさんでいいわ。まあ今日も途中途中に言ってますけども、今日紹介した心霊現象に関わるものはほぼ全て YouTube 上になんかアップされてます。もし興味のある方はねまた見てみてください。いや怖いよこれ。それだけ本日の鳥肌スコアは0861。お払いお払い。本日の鳥肌ポイントは、それがいい令和一新の方を紹介してください。お願いします。それでは、See you。 僕らのミュージックビデオにもちょっと探してほしい。もしかしたら映ってるかもわかんない。いや、ちょっとほんまにやめてほしい。来いよ。ちょっとほんとにいい霊媒師、コメントを教えてください。いきます。そう、だから死後の世界じゃないのっていう風に言われてたんだよね。やば。第2弾の PV のあるシーンに、はい、ムツゴの死亡説を裏付けるシーンが存在します。